側からね音出してるんですけど、ちょっとうるさすぎたらね響くので。そう、なんか私はねピックでしか弾いたことがなくて、最初からピックでね練習してたんですよ。あの2周年のコンサートの時の披露する時の練習からこうやってピックで練習してたんですよ。でもね指で弾きたいと思って指で練習してました今日は。でもね迫力がねいまいち出ないんですよ。そういうもんなのかって思うんですけど、でもピックがねピックがやっぱりすごい迫力が出る音の。スラップとか見たい。無理です。なんか何誰なんか人の真似をしてやったりとかはしてるんですけど、自分ではできないですね。イントロクイズ？第1問。はい。何でしょう。今何でしょう。まあ給付もね音符なので、何でしょう。私は今楽譜通りに弾きました。それが給付だとしても。でもう一回いきます。第1問。はい。はい。あ、じゃあヒントね。じゃあベースが入る直前まで弾きます。じゃあ、 あの最初のワンツースリーだけいきます。はい。え？分かるよ絶対。最初にベースが入ってない音。音じゃない曲。STU の曲です。正解はペダルと車輪と来た道とでした。
きます。一体誰のために走り続けてるのか、太いもんに思って立ち止まりたくなってしまった。それを愛しても歌っているのかでした。イエーイでした。わかりませんでしたか。確かにベースでもなんか面白いよね、ベースクイズって。これをね、指でやるのがね、難しい、やっぱりなんか変な音になるんですよ。こういうもんなんですか？詳しい人いませんか？めっちゃ下手くそになる。ではね、練習せんと。なんか、こんな感じ、埃をね、払うようにみたいな見たんですよ。なんか動画でこっちの指はね、すごい音符。ちょっとこれ何？今の9月26日にした瀬戸りの中からしか弾いてないけど、大好きな人のベースがね、めっちゃ難しかったんですよ。これ言ったことある気がする。めっちゃ難しかった。今でも難しい。テレデンテレデンテンテレデンテンテンテレデンテンテテテテン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 。あれ、難しく、でも難しく聞こえないですよね。ちょっと眼鏡かけていいですか？見えない。お、見えた。お裁判、あ、お話し会よろしくお願いします。こんばんは。これ聞こえとる？でもこれ以上ね、上げたらね、やばい、騒音問題になる。
あ、聞こえるんですね。なんか STU の曲のベースだけを聞く機会って別にないと思うのでこんな感じです。結構動いてる。でも自然淘汰主義やりたいんですよ。デレー、音を聞きます。ちょっと自然淘汰まで打ったら自然淘汰主義が出てきた。でれれれれれ、合ってました。でも最初ねベース入ってないんですよ。までベースは入ってないんですよね。ちょっと流していいかな。うるさ、バーンされる？やばい。自分だけに聞こえる。聞こえる。あ、来た。はい、やばい、ちょっと私の何耳コピの裏側を見せてしまう。恥ずかしい。どうなんだっけ。
で、サビ？いやでもなんか A メロとかあんま分からん。え、できた。めっちゃ簡単。意外と。でてれれれれがあるわ。てれてれててれれれれてれてててれれれれてれてで、ん？待って待って、あ、聞こえる？やばい。てれてれてててててて、てててててれれてれてれてててて、てこれ可愛いよね。一目惚れして買いました。違う。ベースが聞こえない。待って。
だって。多分一番低い音。なんとなく。え？ね、じめっちゃ時間かかるんですよ、耳コピー。私の実はね。でした。あ、ちょっと待って、トラップに書いとこう。どういう配信なんて感じ。耳コピ中。難しいね、やっぱ。もう一回最初から。こんばんは。どんなやつだなと言われて、あなたたちに嫌われてきたよ。ディリ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 ディディリ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 ディディリ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 
でででででであでで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 あれ？忘れてたここ。